この動画はゼロからヘアカットを勉強するための動画です。昨日がナンバーゼロ、道具の揃え方とハサミの持ち方、あとは手首の柔らかくする方法というのをやったんですけど、今日はぶつ切りですね。ブラントカット、こういうブラントカットの種類で、こうやって切る方法と、今度こっちですね。こっちでこうとこう。打ち切りと外切り、打ち切りと外切りの違いと練習方法を紹介していきます。まずこれ100均のハサミなんですけど、これ切っても元通りになる練り消しなんで、まずこの内切り、外切り、内切りの切り口なんですけど、はい、今切りましたね。内切りの切り口は下が短くて上が長い。これは髪の毛に例えると、落ちた時に短くて長い、こう内に入りやすい。で、反対にこう外切り、さっきの内切りですね、こうで反対、こう翻す外切りの切り口は反対に内切りの逆になるんですけど、そのまんま上が短くて下が長い、これをカットですると、こう毛先に厚みが残らない、この上の長さがこのラインにかぶらないので、重ならないので、軽い感じに見えやすくなってきます。で、こっち内切り、外切り、切り口が逆になっていくんですけど、まず今回はこのベースカットの内切りと、こう内切りとこの外切りのこのハサミ、この練習方法ですね。まずこれ100円ぐらいで売ってる、ちょうどこの指で挟めるぐらいのノートなんですけど、これちょっと1枚破いてもらって、だいたい素人さんとか慣れてない人ってここのつまむ筋力自体が普通こういう使い方はしないので、なかなかうまくいかないと思うんですけど、これをここの挟む力を鍛える練習にもなるので、破いてこれでちょっと挟みますね。で、次にこの線があるので、この線に合わせてまず内切りから、で次外切り、
仕切りで外切り、これなるべくこうまっすぐ切れるようにこう、こっちが内ですね。で次にこっちが外、これでこの挟む力と内切り外切り、これをまあできればこの一冊全部使い切ってしまうぐらい、まあ、なるべくまっすぐ、それで練習してもらうと、まあ、明日からのこのヘアカットを覚えるのに役立つので、まずはそこをちょっとトレーニングしてみてください。今日は以上です。